今回の福井散策は林道大仏線から大仏寺山の山頂を目指します。永平寺町吉峰からは土砂崩れで通行止めとなっているため、松岡湯谷から登っていきます。まずは大仏線のちょうど真ん中、剣ヶ岳の登山口前にある展望広場に立ち寄りました。標高690メートル、景色を見渡すことができる気持ちの良い場所で休憩にはうってつけ。林道ドライブで緊張した心身をリラックスさせましょう。休憩を終えて林道をさらに進んでいきます。途中鹿の姿も。林道は自然がいっぱい。撮影はできませんでしたが、カモシカにも出会いましたよ。10分ほどで大仏寺山登り口に到着しました。目印は林道マップの看板です。この登山道、緩やかに始まりますが、すぐに急な登りがあります。登り切ると景色が開ける平坦な道。そして再び急な坂が待ち受けます。2つ目の坂を越えると木立の中を緩やかにアップダウンする道に入ります。緑が美しい季節、適度に日差しも遮ってくれるので心地よい散策が楽しめます。登山口から10分ほどで左に降りていく道があります。ケチ脈の池です。この池には伝説があります。波多の出雲の神義重の夫人が義重に仕えていた美しい下女を憎み、この池に沈めてしまったのだそうです。下女は恨みのあまり亡霊になってしまいましたが、道元禅師から授けられた仏祖聖伝菩薩会のケチ脈を池に投げ入れると下女は成仏できたと伝えられています。ちなみにケチ脈とは師から弟子へ教えを伝えるものだそうです。ケチ脈の池を後にし、さらに道を進みます。大仏寺山の登山道は、岩内輪の群生地として知られています。この時期は、花には少し遅かったようですが、つやつやとした葉が道沿いにずっと広がっていました。歩き始めておよそ30分、山頂に到着しました。標高807メートル、途中ほとんど見えなかった永平寺町や勝山市側の風景が一望できます。この方向に白山があるはずですが、残念、この日は雲に隠れてうっすらとしか見えませんでした。皆さんもぜひ緑の木立を抜ける登山道や山頂からの眺めを楽しみに大仏寺山を目指してみてください。